鶏肉のタルタルソースがけタルタルソースはマヨネーズを元にしたソースの一種である。マヨネーズに玉ねぎ、きゅうりのピクルス、ケッパー、パセリ、チャイブなどをみじん切りにして混ぜ込んだ白い濃厚なソースである。オリーブのみじん切りやホースラディッシュ、ディジョンマスタードや酢を加えることもある。イギリスのレシピではケッパー、ピクルス用きゅうり、レモン果汁、タラゴンを加える。 フィッシュチップス、エビフライ、カキフライなど海鮮類のフライに添えられることが多い。油分の多いマヨネーズを元としていながら、酸味や辛味の効いた様々な材料を和えているため、フライなど揚げ物の味覚と食感を軽快にすることで人気がある。日本では粗みじん切りにしたゆで卵が加えられることが多い。ポールボキューズはタルタルソースはレムラードソースそのもので、 レムラードソースを特徴づける裏越したアンチョビをディジョンマスタードに置き換えたものと明記した。フランスでタルタルステーキの付け合わせとして作られたという説があり、主材料に薬味や野菜のみじん切りを用いることが重複する。日本では昭和41年に初めて市販され、養殖の普及と共に親しまれている。ピクルスの代わりに、 ラッキョウの甘酢漬け芝漬けなど日本の漬物を入れる場合もある。マヨネーズを元にしているが、日本のオリン企画はマヨネーズではなく、半個体状ドレッシングに区分する。タルタルソースの名は、ギリシア神話のタルタロスと直接の関連はないが、東ヨーロッパ人がモンゴル帝国の遊牧民を称したタタールが西ヨーロッパでギリシア語のタルタロスの影響で、 タルタル人と称され、タルタルの由来となる説が、タルタルステーキ期限に詳しい。タルタルソースは19世紀の料理本に見られる。名称はフランス語のソースタルタールから派生した。タルタールは、ユーラシアのステップからトライして、ウクライナとロシアの一部を占領した、古いフランス語でタルタールと綴るタタール族に由来するが、詳細は不明である。19世紀の人々が、 タルタルの名称で表そうとしたものは、1861年のイザベラ・ビートンの著書、ザ・ブック・オブ・ハウス・ホールド・マネージメントのレシピ481番にあるタルタルマスタードに見られる。タルタルマスタードは、西洋わさびのビネガー、海塩、および普通のマスタードで作られる。イザベラは、レシピ503番、レムラード、または、フレンチサラダドレッシングで、タタール地方が、 原産地のタラゴンを用いる製法を記している。サーリ時代のロシアで異国の雰囲気を意図した場合に、ロシア領土の内シベリア南方のアジアはしばしばタタール地方と称されたことから、ロシア産タラゴンの原産地に由来するタラゴンマヨネーズの記述的用語として、ソースタルタルの語をイザベラは用いたかもしれないが、ロシア産タラゴンは料理にほとんど使われなかった。 このレシピ503番をオーギュスト・エスコフィエが40年後に標準化したものが現在のレムラードソースとされている。1903年にオーギュスト・エスコフィエはソースレムラードのレシピをレシピ番号130で記した。これはマスタードとアンチョビエッセンスの両方を用いるが本の残りの部分ではもっぱらソースタルタルの好みを用いた。 これは、オーストリアやボヘミアなど旧オーストリア領で、一般的な用法で、レストランメニューで、ソースレムラードとソースタルタルは、同義語である。ドイツ語の辞書ラングエンシャイト、マキシ、ブールタルブーフエングリッシュ、120.000、フレージズオブ2000には、タルタルソースは、レムラードソースであると定義している。1890年頃から1914年の第一次。 世界大戦勃発までのオートキュイジーヌの黎明期に細かく刻んだ牛、フィレ肉をタルタルソースでドレッシングしたものをブフタルターレブフタルタールまたはタルタルステーキとして提供した。戦艦期から今日までタルタルステーキはタルタルソースの中の具と合わせて提供することが流行だった。ありがとうございます。